まだまだこれからなんで、今日のことはいい課題として一発流れを変えられるプレー、ガッツあるプレーを出していきたいと思っています。驚異のレシーブ力を持つ竹澤選手は、勝ちをも拾う勝利のヴィーナスを目指します。